TGV が停車するパリ東駅フランスの交通では、フランス共和国における交通についての概略を示す。現在フランスは、世界で最も緻密な交通網が整備された国の一つである。100キロ平方メートルあたり146キロメートルの道路と6.2キロメートルの鉄道が整備されており、これらは首都でありまた、国内最大都市であるパリを中心とした、 交通網を形成している。現在のフランス本土で初めて交通網が整備されたと言えるのは古代ローマ時代であり、ローマ街道が主な植民都市を結び軍隊の移動に役立っていた。中世には交通網に大きな進歩が見られず、大きな物流も見られなかった。しかし近世に入ると技術の進歩により再び交通が盛んになり、特にロワール川、セーヌ川、 ローヌ川などの航行可能な河川を抱えるフランスでは、川同士を接続する運河の建設が盛んに行われた。また海上交通も発達し、これまでの高価なガレーに代わってより早く、積載量も大きい小船が沿岸での貿易の主流となっていった。それにより、なんと、ボルドー、シェルブール、ルアーブルなど、大西洋岸の港は新世界との貿易港として栄えた。 中世には国として交通網の整備に関わることはほとんどなかった。1502年にルイ12世が全国の道路や港湾の調査を命じたことでようやく国レベルでの関与が始まった。1716年に土木技士団という常設の技術官僚集団が組織され、1747年には技術者養成のための国立土木学校が開校した。 1982年には国内交通基本法が制定され、この中で交通権という権利が謳われた。TGV デュープレックス編成 TGV の路線も赤線、青線、高速鉄道路線黒線、TGV が走行する通常路線点線、走行計画がある路線フランスには 51,401km に及ぶ鉄道路線が付設されており、これらのほとんどは フランス鉄道線路事業公社が保有し、商工業的公私設法人であるフランス国鉄により運営がなされている。しかし、フランス国内の移動における鉄道の依存度は低く10%を下回る。1981年には初めて高速鉄道路線 LGV が整備され、パリとリヨンを結ぶ LGV 南東線が開業、それ以降付設が進み TGV によって、 首都パリとフランス各地及び周辺諸国の主要都市が高速鉄道によって結ばれている。1994年には英仏海峡トンネルが開通したことによりドーバー海峡を越えイギリスとフランスが鉄道により直接結ばれた。この TGV は日本の新幹線と並ぶ高速鉄道として知られており2007年には試験における 最高速度時速5 7 4 8トルを達成した。フランス国内の鉄道は一部を除きすべて左側通行であるのに対し、地下鉄やトラムはリヨン地下鉄を除きすべてが道路と同様の右側通行での運行となっている。なお国境を接する国としては唯一アンドラとの接続がないが、これはアンドラ国内に鉄道路線が存在しないためである。 フランスでは19世紀後半から大都市を中心にトラムが整備されていたが自動車の普及などから1930年代終盤にはリールやマルセイユなどの都市を除きその姿を消していった。しかし1980年代からは再びトラム、そして次世代型路面電鉄が日の目を浴び始め、現在はパリ近郊をはじめフランス国内の多くの都市で市民の足となっている。 ストラスブールのユーロトラム以下は現在、トラム、または次世代型路面電車が走る街と、開業年度である。なお、開業年度は、現在運行がなされている路線の開業年度を指す。このほかアンジューやディジョンで建設が進んでいるほか多くの都市で建設が検討されており、フランス本土以外でも、マルティニークのフォールドフランスでもトラムの建設計画がある。 ボルドーにある APS サードレール。真ん中の線路から電力を供給する。リオン市内を走るシタディス社のトラムこのトラムの最高により、フランスでは鉄道の車両開発と走行システムの双方に技術的な影響を大きく与えた。給電システムとしては、地表終電方式と呼ばれる、河川ではなく線路の間に走る、第三機場から電力を受ける仕組みが開発され、 2003年にボルドーで導入された。これはボルドー市の古い街並みの中で電力を河川により供給するのが困難であったためで、現在ではヨーロッパの各都市のホカゴールドコーストやブラジリア、ドバイなどでも使用されている。車両開発としてはストラスブールを走るユーロトラムが挙げられ、外観もより通常の鉄道に近く、全面に窓を設けるなど開放的な作りとなっている。 また、フランスのアルストム社が開発した、超低小電車シタディスは、窓の形状やドアの数、編成車両数などを鉄道会社が自由選択できるようにし、より革新的なデザインを提供することに成功した。最新型のシタディス・デュアリスは、最高速度時速 100km 以上を想定したトラムトレインであり、500m から 5km の停車間隔を想定して作られている。 オランジュ近郊の A7 号線フランスの高速道路網フランスには2009年の段階で100万 960km の道路が付設されている。フランスの高速道路網は1万 2000km 以上に及び大都市近郊や北部の一部を除いて有料となっている。これらの有料道路はセインフなどの民間企業により運営されアメリカ、カナダ、ドイツに次ぐ 世界第四位の高速道路網にまで成長した。現在フランスはヨーロッパの中でも最もモータリゼーションの進んだ国の一つであり、2005年では85%の人が移動に車を使用している。またルートナショナルと呼ばれる国道と高速道路から、なる、主要幹線道路は3万キロメートル以上、ルートデパルトマンタルと呼ばれるその他の幹線道路は36万キロメートル以上に、 なる。これらの幹線道路の多くは伝統的にパリを起点としており、ノートルダム大聖堂の前には道路原表が設置されている。しかし近年ではより利便性を向上させるため、パリを通過しないルートの建設も作られてきている。パリ市内にあるサンドニウンがフランスはヨーロッパ最大の水路網を持つ国であり、総延長8 5 0 0トルに及ぶ河川や、 人口の運河のうち航行可能な箇所を VNF という公共機関が管理している。VNF の管理区域は 6700km、内人口の運河は 3800km、河川などの天然の水路が 2900km であり、また国内にある494のダム、1595の拷門、74の用水路、65の貯水池、35の水路トンネル、 そして800平方キロメートルの陸上区域も VNF の管轄となっている。しかし、フランス北部ソンム川の航行可能区域となんとと、ブレストを結ぶブルターニュ運河はそれぞれ地元の機関が管轄しており VNF の管轄外となっている。現在水路ネットワークの約20%の区域が1000トンを超える商業船が航行可能とされている。これに対して、 VNF は、水路の水深を深くしたり、拷門を拡張したりするなど、水路の近代化を進めて、フランスにおける水運を活性化させようという計画を進行中である。ルアーブルのコンテナターミナル現在フランス企業の運行する商業船は1400で、うちの700隻がフランスに戦績を置いている。フランスの110社の海運会社は合計で、 戦場1万二千五百人、陸上一万五千五百人の雇用を創出し、年間三億五百万トンの貨物を千五百万人の旅客を取り扱う。なお、フランスの貿易の七十二パーセントが海運によるものとなっている。フランスにある主要な海港としては、バイオンヌ、ボルドー、ブローニュ・シュルメール、ブレスト、カレー、シェルブール、ダンケルク、フォッシュルメール、ルアーブル、ラ、 パリス、ロリアン、マルセイユ、なんと、ニース、パリ、ポール・ライ・コール・ヌーベル、ポール・バン、ロスコフ、リューアン、サン・ナゼール、サン・マロ、セット、ストラスブール、トゥーロンなどが挙げられる。シャルルド・ゴール国際空港の第一ターミナル2005年度、フランス国内には487の空港があり、うち288の空港が舗装された、滑走路を、 199の空港が未放送の滑走を保有している。これらの空港はパリ空港公団に代表される管理組織によって運営されており、首都パリにあるオルリー空港とシャルルド・ゴール国際空港の両空港もこの公団の管理下にある。なおシャルルド・ゴール国際空港は2010年度に5800万人の旅客を取り扱い、世界で7番目、ヨーロッパでは ロンドンのヒースロー空港に次いで2番目の規模を誇る。航空会社としてはエールフランスがフランスのフラッグキャリアであり、国内20都市と海外領土を含む83カ国150都市に就航している。なお、日本へは成田国際空港と関西国際空港に自社運航便で東京国際空港にコードシェアウィンで就航している。ありがとうございます。